はい、どうも、フランクです。ですね、なんだっけ、そうだ。R3 人のね、カモ掘り事故からですね、昨日でちょうど、1ヶ月経ちました。未だにですね、まだ帰ってきてません。まあ、いろいろとね、保険会社とのやり取りとか、まあ、あと外部の調査とかいろいろ入りまして、もう相当長引きましたね。で、まあこれから修理入るとは思うんですけど、まだちょっとねいろいろと問題があるみたいで、でまあね GTR のね動画とかね前までアップしてましたけど、もうね入院してるからね何もアップできないと、ということでですね、今回ね、ネタとしてですね、今ねお借りしてる、台車ね、なんだっけな、カローラフィルダーだっけ、なんかそんなやつだったかな、わかんない、カローラなんちゃらってやつですね。まあこれですね、びっくりしたことにね、すごい燃費いいんですよ。もうなんか32からもうこっちに来た瞬間もうびっくりです。もう全然ね、燃料が減らないんですよ。もう GTR だったら1週間通勤してて、まあ 4,5 千円ぐらい、まあ、かかって出たのかな、大体。だけどこの車になってから大体1週間乗ってたって1500円ぐらいなのかな。だいぶね燃費がいいんですよ、本当に。32が1週間 4,5 千円かかるとしても、これは大体1週間1500円ぐらい、ね、だいぶね変わってきますし、でまあ通勤だけの距離なんですけど、あとはレギュラーっていうのがね大きいのかもしれないですね。で、まあまず内装から見ていきましょうか。これあれなんだろう、排気量っていくつなのかな、なんか入ってるかな、ちょっと見てみよう。ちょっとね細かい情報入っちゃってるんでこっち見せられないですけど、排気量はどっかあるかな。まず重さが、1110キロ、まあ、1トンと、あ、そうそうか、車両の重量、総重量の方だな、総重量は1385なんだ。まあ、ちょっと重いのかな、まあ、こうワゴン型っていうか、まあ、ファミリーカーだからちょっと重くてもおかしくないね。で、あとは、これ排気量ってどこ書いてんだろう。排気量は書いてないの？あら、排気量は書いてないな、これ。排気量不明です。まあ、僕わかんないんで。実際に気になる方は、調べてみてください。多分おそらくね、ちょっとカーセンサーで見た感じは、前期型ってか一番古いやつか、モデルがなんか3つぐらいあったみたいで、多分一番初期型の方のやつですね、これ。まあいい、これはよくわかんねえからな。こっちもなんか取扱説明書みたいなことないのかな。なんだ、細かいのあるじゃん、ちょっと一回。でもこれはあれだ、排気量も何も書いてない。これ見ていこうか。これ取扱説明書、はい、これなんか書いてないかな、いろいろと。時間かかるな、多分これ排気量探すのに。まあいいや、排気量わかんない。
2リッターないかもしれないね、これで、台車なんで、もちろんね、これ禁煙と、あ、これ灰皿あんじゃん、でも誰か吸ってるな、これ絶対。こっちはなんか収納する場所で、外装をこう、外装で内装を見ていくと、まあこんな感じですかね。で、この辺のパネルと、なんか嬉しいことにナビ付きです。まあ DVD も入るから、まあ、3人ね、何もなかったんですけど、もういいですね、これ。最近の車って感じしますよ。画面ついてること自体が。ミラーでしょ、これ多分、あれだな、小銭だな。ちゃんと ETC ついてるっていうね、まあカードは入れてないけど。うん、でメーターはね、まあ、こんな感じですかね。久々にオートマ乗りました。で、まあ街乗りで普通に走ってる分には別に、ね、加速に不満はないんじゃないですか。ちょっと、ね、坂とかになっちゃうとちょっと不満出てくるけど、普通に乗る分にはまあ燃費もいいし快適かなと思いますね。で、音もやっぱ静かですね。GTR うるさすぎたってのあるんですけど、音も静かで。で、シートがね、ちょっとなんだろう、まあ腰が痛くなるような感じではないですね。軽自動車とか乗ってるとよくあるんですけど。で、この辺とここね、収納するところ、非常勤になりますね。なんだろうこれ。あ、ここにもなんか、はい、ありますね。結構なんか収納できるようなところがねあると、まあ足元は暗いから見えねえな、まあまあ広い方なのかな。3人乗ってたから3人が狭すぎるってのもあるんですけどね、まあ広いんじゃないでしょうか。天井もね、まあまああるし、後ろもちょっと見ていこうか。じゃあ、後ろね、こんな感じですかね。まあそこそこ広い。うん、そんなにこれ座席を前に出してるわけでもないんですけど、まあこのぐらいは空いてるんで、うん、全然前にぶつかることもないし、いいかな。で、前お借りしたビッツとか、ちょっと後ろ席乗ってると天井に頭がつく感じだったんですけど、こっちね、だいぶ天井まだあるんで、うん、いい感じですかね、全然。うん、この辺動くのかな、なんかこれ動きそう。後ろなんか収納できんの？あ、そことか、これトランクか。うん、まあ、そこそこね、荷物も詰めそうですね、トランク後ろで。これ確か5人乗りだっけ。あ、これ、うん、真ん中だ、これだ、5人乗りだ。お、真ん中の人入っちゃうと狭そう、両サイド。絶対こうタバコ吸ってるでしょ、禁煙とか言っても、後ろ席の人とかさ。で、正直言ってね、思ったのはやっぱあれですよね、ベタ踏みして加速した時めちゃくちゃ遅いです。まあ GTR からこっちになったらだいぶ変わっちゃいますもんね、加速とかパワーはね。本当に内装見ていきましょうか。もうレンタカーなんで全然洗車してないんですけど、何も触れてないとね。そうできたな。
まあ実用性は結構あると思いますよ、この車。ちょっと遅いのがあれですけど、はい、まあそんな感じでした。まあちょっとした紹介ですかね。もうネタなかったんで、まあ燃費もいいし実用性はあると思いますね、本当に。ただ僕から見たら飽きちゃいますね、やっぱ走れる車じゃないとっていうのがありまして。はい、以上です。